はい、プレイしていきたいと思います。 7 days to die というわけでね、前回寒さの原因が分かりまして、ちょっとねバカだった。まさかのこんな寒い時期に全身寒さをアップするような超冷たい装備を着ていましたわ。スチール装備危険。でも説明にはさ、寒い気候にも対応しますみたいなこと書いてあるくせに、寒い気候に全然対応してねえよ。カチンコチンだけ凍っちゃってるよっていうね。暑い気候の間違いでしょうっていう。絶対暑い気候の間違いだわ。で、カモに関してはもしかしたらワンチャン寒い気候にも対応の可能性もあるかもしれないけど、ダメ。違う気がするな。うわ、びっくりした。で、今日は、ああ、やっぱないか。エクソスケルトンの鎧とかないかななんてちょっと期待してたのに。とりあえず、スケルトンスーツが、全身揃えばヒート機能発動した気がするんで。何これ、カウボーブーツプラス1。これをやしよう。これでいいかな。うん、いいでしょう。で、ボイラーも作ってきたんで、ボイラーが意味をなすのかは知らないけど、気持ちあったかくなりましょうということで地下に行こうかな。これでね、このキャンプファイヤーを、焼肉やってんじゃん。あー、しまった、忘れてきたあれやってたのにね。うわ、何、投げないで。ポットとか作ってたのに忘れてきたわ。違うな。あー、しまった、投げちゃった。お回収できたらいいけど、できたらラッキー。砂かよ。ちょっとね、あれなんですよ、よく考えたら周りは動き回りたい。なぜならゾンビを、上にいるゾンビを落とさせるためにこっちこうやってうろうろするんですよ。だからちょっとだけ奥にしようかな。ちょっと遠くなっちゃうけどね。でもボイラー意味あんのかな。あれ、あったくそエフェクト体感 43% 上昇って書いてあるね。閉じてみる。こっちは、一緒だな。残念ながら一緒だな。あれ、アンチバイオティクス俺どこで拾ってきた、これ3つも。平和に冬を過ごしたいわ。始まっときて、そうなんだよね、持ってきてないんだよね。失敗したわ。鍋持ってくるの忘れたわ。ここでフォージ作るのめんどくさいしな。今回はサプライ回収しに行きましょうか。拠点こっちちょっと回収したかったんだけど、回収っていうか作り直すっていうか
許可。したかったんだけど、ちょっと、いや。今これ燃えてんじゃん、足元。肉欲しいなぁ。昼まで行くかな、これで。行かないかな。自然回復始まってほしいんだけど。75。もう一個まで食べればいい。うわぁ、これ結構なリスクだぞ。これ全部食べたら。こっち何が入ってたっけ、いつも。水でも入れとく？ビールだな。じゃあコーヒーか。コーヒーって売ってんじゃん。自販機行けばいいじゃん。俺金さっき置いてきたよ。そうだよ、コーヒー売ってんじゃん。自販機に食べ物売ってんじゃん。トレーダーだ。トレーダーでちょっと食べ物入手しに行こう。そうだよ、そうだよ、そうだよ。今頃気づくのか、遅えな。ついでに車ばらしてスプリングとかも手に入れてくるか。じゃあサプライ回収、お金。くらいお金、車解体して何かみたいな感じで行きましょう。金目のものなんかね、あったこれ売ろう。これ食べ物買えるかな。一発しか行ってみそうだった。これそうだった、あんまないもんね、金目のもの。あ、ショットガンじゃん。ショットガンだけ？ハンティングライフル。ちょっとこれもやるか。もう弾抜かなくていいだろ、一発だったら。これと、ブローイングもいい値段ついてる。ショットガンちょっとキープしておきたいな。あとショットガンタレットをもしかしたら作るかもしれないけど、作ること多分ないと思うね。俺の、そう、超強いんだ今のトラップ。これちょっといらないのをしまって、木は持っとこう。木どこ行っちゃったの。え、木どこ行っちゃったの。あとハッチ、まあオーガーとかも今いいよね。骨折は分かんないから。ネイルガンもいいでしょう。ピッケルはいいや。これもこういって、ここいらない。いい、よし行くか。行きましょう。これで町行って、ちょ、トレーダーまず行こう。トレーダー行って売って、食べ物買って。でもこの寒さでプラス5度ってもう十分じゃね？十分あったかいんじゃない？なんだ？なんだ？スチール装備かよ、寒かった理由。やらかしましたね、やらかしましたね。これだったらちょっと寒さ耐えれてるよね、今ね。トレーダーどこに行く？向こうの町のトレーダー行こっか。で、ついでに、東とかってあったっけ？ないっけ？ないな。東、ビル。覚えてないな。つか、東に自販機があったかを覚えてないな。アマゾンにあるのは知ってるけど。まあ、トレーダーのでいっか。とりあえず温まりそうなコーヒーと何買う？サプライが正面にあるって。サ
サプライ回収しましょう。コーヒーとミートシチューとか売ってたらいいけどな、トレーダーが。もう即買いですよ、即買い。これね、サプライ。お願いします。めっちゃ湧いたっす。薬ありますか？ない。よし、行こう。今のゾンビって何ゾンビ？これ違う？これじゃない。肉持ってるゾンビだったらちょっと倒したかったね。うわー、これで寒さとの戦いに決着がつくのかな。まあ本当の決着はあれだな、この氷河期が終わった時だな。やばくね、しかしこの氷河期。今何日目？ 185。 いつから始まったっけ？結構前からだよね。何週間もやってるよね。こいつ何？ご飯持ってたりしないですか？持ってないな、絶対。ですね。ご飯ないっすね。うわ、マイナス1度だって、嘘。決着ついたんじゃないの？バイク乗って走ってるから。風に当たって寒いっていう。決着ついたと思ってた。よいしょ。あ、肉が道路に転がっておる。違う。どうやっけ。これか。今の降り方危ない、降り方だ。アルチュー。いいよ、アルチューでも体温まるのは何でもいいよ。温まるのかな、体。どうなんだろう、ビールバフ。ドランク。ダメそうだな。トレーダー空いてる？そこ？やば。トレーダーの営業時間を把握してないことを忘れてた。寂したい。失礼しました。 OK, fucker. You respect the shop rules. We'll get along just fine. よし、金は払ったじゃない、金はもらった。食べ物ね、コーンがちょっとだけ。このご時世コーンも貴重。コーヒー、チキンスープ、味噌スープ。どこ俺のバイク。待って、こいつは倒したい。持ってた。そうそうそう、次はこの町に。モーテルって自販機なかったっけ？車屋さんは自販機ない。あるよね、あるよね、あるよね。確か向こう側にあった気がする。よしよし、あったあったあった。
うわ、ゾンビ来た。お肉？うわ、お薬。ありがとう。そうだ、薬が入ってたんだ、下の、右下のインベントリー。犬の声がした気がするけど。あ、こっちの店にもあった気がするけど、もう手遅れかな、今は。ちょっと、この時間に食べ物じゃない。建物に入るのは危険な気がするから。やめときましょう。ちょっと燃料がなくなったら嫌だから。レンチで燃料補給しとこう。予備がないんだよ。あれはなんだ。豚か。羊か。ちょっと羊はかわいそう。いやー、マイナス5度って嘘。結局寒いっていう。そして夜になってしまった。開店時間まであと何分だ。1日何分設定、20分設定だった気がするから、意外とすぐ朝になるはず。うわ、マイナス6度。どれだっけ、どれだ、こっちか。トレーダーの前にはキャンプファイヤーがあるから。あばば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 、やばいやばいやばい、また寒くなってる。せっかく温まったのに。バイクに乗るから。どれだっけ、これか、キャンプファイヤー。あったっけ。なんかいいのある。ベッドは、ベッドここら辺ないの。これベッド、あ、ベッドだな、これ。あ、なんか腐っちゃった。あ、コーンが、コーンちょっとバイクに入れとこう。貴重な貴重なコーンが。そろそろフルーツも食べてないとか言われるかもしんねえな。50食べる。待って、缶詰ってなんだっけ。どれだっけ。うーわー、これ気になるな。ラージビーフレーション。でもペッパー持ってないもん。アスタベーションレーション、これだ。これちょっと作ってみたいんだよね。これがあれば、もしかしたらもうこれを保存しまくって冬に備えるとか、そういうゲームなのかな、これ。もしかしたらゾンビいっぱい来てません？こう、敵だっけ。俺のペット、俺のペット、君ペットじゃないよね、多分ね、確か。だったらごめんね。白塗りゾンビだから、ゾンビは湧いてきたりはしない。大丈夫。よいしょ。マジか、スタベーション。
冬に備えて空き缶を集める、それちょっと面白いな。そうやって冬を越すっていうね、そういう感じで遊びたかったな。気づくのが遅かった。そうか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 、今からでも遅くない？無理？レシピ。オニオンとキャロット。あ、歩くね、オニオンとキャロット。キャロットが怪しいかな。でも無理だな。いや、これ作りてえわ。お肉がちょっとあるけど、まあ。キャロットシードとかないですか？あった、ナスとかもあるよ。これあげるわ。ちょっとこれはこっちに置いといた方がいいよね。でもお腹自然回復を発動させたいから。もう空き缶に頼りっぱなしだわ、本当に。空き缶がないとやっていけない。空き缶じゃない。缶詰。もう拾い食いしまくってる気分だわ。いいとくない。よし、取れられた。ナオーくん。どれだ、お願い、なんかいろいろ売っててくれ。ない？ホップシード、クーラーボックス、ランプオブコールが100個売ってる。ランプオブコール買っちゃう？ああ、これ買っちゃうよ。ぼったくり、多少ぼったくりでも買っちゃうよ。もうナイトレートも買っちゃうか。これスクラップしちゃう。火薬も買っちゃう。いや、そういうの買いに来たわけじゃないんだけどね、俺ね。売る。ビルいる？いらない？これ売ってあげるよ。安っ、16って。パスタ。よしよしよし。だいぶ食べ物手に入った。これで、ちょっと持つだろう。よし、隣町まで行って。あとは。うわー、雲が気にかかってた。なんかない？こっちの町。教会は危険だったの覚えてる。なんかないかなー。おー、燃料切れ。あれ持ってるかな？君は燃えてないね。燃えてる犬じゃないと。よいしょ。これはなんて書いてある？あ、モーテルっぽい。そして隣にあるのはバーじゃね。最高。あー、なんか腐ってる。あー、なんかお肉が持ってた、いつの間にか。
しよしよしよし。で、次持てる。行って。これで。もういいや。空き瓶だけもらっていくか。誰？僕分からないやつ。プラスチック？違うんだよ。俺が欲しいのはリードなんだよ。うーわー、行くか。絶対やばいんだよな、ここ。うるっしゃ、びっくり、びっくりした、びっくりした、びっくりしたよ。買い物しに来ました。さあ起き上がるのか君は。次の人生はあるのか、このグールに。なかったっぽいね。あの壁に余ってる何か変なのが。やばい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 。おい、クモさんの餌ももう私が全部いただきます。よいしょよいしょよいしょ。あっちょ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 っペラル多すぎだって。ガンゴブパスタ街に買い出し。すげえなこれ。結構の量のもの確保してるよね。トラップも読んであるのかな。うわびっくりした。いらないいらないいらない。あ、燃料、燃料か燃料か。じゃあこれとチェンジしようかな。鉄もいくらでもあるからいいかな。バイクに入れればいいだけなんだけど。トイレの中にもいたのかな、誰か。ガブボーイと宝の地図を持っていた。よしよし。逆中怖いっす。ゾンビ多いわ。もう多いわとか言ってるけど、アルファ17になったら多分もっとすごいことになるよね。
なんて言ったって家が全部ダンジョンだから。見えねえな。こっちにいつもやばいやついるんだけど。いなさそう、やばいやつ。なんとなくついでに来ちゃってるけど、特に欲しいのってないよね。必要なものは全て揃ってるから。正面にゾンビ軍が来てる。おお、犬。これ売り物だからもらってもいいかな。スイッチャーも。もう売らなくていいか。金8000あれば十分か。3000ぐらいもらっとこうかな、これだけは。犬がどういう犬だ、来てるんだろうか。あー、またコムさんたちだね。ヒヒヒヒ、すごい、ドアから顔を出してるわ。燃えてる子もいらっしゃったのかしら。でも買い足してやる。買ってない。よいしょ。よいしょ。シフトクリックでアイテム移動するの便利。お、焼肉いた。よしよしよし。焼き、お前はいいや。2個ぐらい食う。よし。と。皮を持って帰るべき。いいよね。喉乾いてる。よしよしよし。よし、帰りましょう。お薬欲しいかな。ハロー。おう、わわわわわわわ。お邪魔しました。お邪魔しました。お邪魔しました。帰ります。車解体できてねえな。ちょっとこっちまで行っていい？イルカンゲット。誰もいないのかね？いた。いらないかな。
おお、帰ってくれ。よっしゃ、あ、肉が来た。やった、お肉が来た、お肉が来た、お肉。これちょっといらないな、捨てた子も。そしたら湧き直してくれるから。寒い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 。犬、犬はほっとこうもかわいそうだけど、ゾンビ犬にならなければいいけどな。いいかな、これぐらいで。こっちはない、ないね。よし、じゃあ帰りましょうか。というわけで、じゃあ今回ここら辺で終わりたいと思います。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。次はこんだけ食料があればもう当分耐えれると思うので、拠点に戻ってこの缶詰とともに冬を耐えましょう。で、落下のトラップをちょっと改良したいと思います。そうしないとやばいもんね。これ向き合ってんの、俺帰ってるけど、適当に帰ってるけど合ってるね。本当はここら辺にね道があるんだけど、開通させりゃいいんだけどな。やってないな、サッカー終わっちゃったから。サッカーがあったら穴掘りの作業を続けれてたのに。ムーンシェーンあるし、ガソリンボトルごともらってってもよかったな。ボトルなんていうの、バレルごと。車解体してねえな結局。バズバ見っけ。このバズバさっき来た気がするわ。いや来てないだろ。やった。でもさ、これさ5なんだよね、回復量が。それ考えるともう本当に雪でつくなんつうの。回復と欲しいけど、ゾンビだからやら。犬が来てくれるのはなんだかんだありがたいのかな。おい、販売機もろとも吹っ飛んだ跡があるわ。よいしょ、薬屋さんがあるけどな。あー、犬がいたな。肉か。もうゾンビがいっぱいいるからやだな。燃料切れたわ。強制戦闘だわ。いい、出血した。持てない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 。バカバカ、車壊れたらどうすんだよおめえ。やば、ちょっと缶詰が。よいしょ、どうしよう、これいらない。これ食べちゃう。これいらない、これいらない、これいらない、これキープ、これいらない、これいらない、これ食べちゃって。よし、これで車解体しよう。寒いっつってる。スプリングとか出た。こういうバイク乗る、動くでしょ。あ、終わる。
る予定だったら終われてないな。また左に原発があるね。原発行く必要ないか。何拾えてる？スプリングとか拾えてなくね？スプリングってなんだっけ？ベッド、ベッドかスプリング。ベッドあるこの家。ベッドありませんか。うわっしー、マジかいっしょ。やばい、こいつはやだ。ベッドのない家ってある？うん、死んでた。あいつはもう死んでいた。コーヒー豆欲しいくね。よし、スプリング出るねやっぱり。ベッドからスプリングめんどくせえな。めんどくさいねそれは。眠い言うてるし、もうベッド壊しちゃったよ俺。ベッド壊しちゃったよ。それだ、どこ、それだ。帰ろっか。それだいたっけ、この先に。それだの前にベッドなかったっけ。一応それだにベッドなかったっけ。どういうとこ分かってない。 OK。 うわ、原発だから重てえ。眠いって、眠いって言ってる。違う、シェルター行けって言ってる、寒いから。ちょ待って、ちょ待って、どこ、ショップどこ、ショップ。これだ。気のせい、気のせい。なんか白い巨人がいたような気がするけど、気のせい。どうせあいつ肉いたー。またいたー。気のせい、気のせい。どうせあいつお肉くれねえし。トレーダーどこなん？トレーダー超えちゃってるやん、もう俺。しかも寒い、寒い現象発生してるし。燃料切れたし。待って、やっぱりもう超えてるよね。もう帰ろう。いやー、まさかこんなに長くなると思わなかった。寒い現象治らないし。フリージング、フリージングストンプみたいな感じでしょう。いやーでもいいな。アルファ17、移動しながらマップ開けるっていいね。移動しながら使う、このバイクとかに乗りながら楽しみだわ。眠い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 、やばいんだって。まだね、まだ燃料なくなっちゃうよ。燃料どこに書いてある、燃料どこに書いてあるか分からん。燃料あった、 60% 違う、 21%。 もう UI の場所変えないでほしいよね。UI の場所は統一してくださいよ、ぜひ。ユーザーインターフェースなんだから。
いやー、寒いんだって、眠いんだって。いやー、うわ、またいた。うーつってたわ。まだ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 、もうちょっとだけ、もうちょっとだけお付き合いください。私は今から頑張って帰りますんで。あと少し、あと少し、もうすぐ、もう一息、もう一息、この眠気にも勝ってスリーピングバッグに滑り込め。どこ、どこなの、どこなの。そこっぽい？違う？あ、ここだ。ここだ、ここだ。もう真っ白すぎてわけがわからん。あ、もう上にもあるじゃん。上でいいじゃん。よし、というわけで、今回も最後までやってくれてありがとうございます。本当にありがとうございます。セシカでした。じゃあね。